ボジヤサッカーキングチャンネルのミシです。2018年の J1 リーグが閉幕しまして、今シーズンは川崎フロンターレの連覇といった結果になりました。僕は今シーズンかなり J リーグを見てきた自負がありますので、サッカーキングハーフタイムっていうね、あの金曜日の番組ではトト予想をしたりとか、あと個人的にはエクセルを使ってちょっとどのチームがどこに勝ったかとか、ベスト11とかっていうね、かなり個人的にいろいろやっていたので、たくさん見た本当思い入れのあるシーズンとなりました。今回の動画ではですね、トップデータを記録したチームと選手、そして私ミッシーが選ぶ J1 ベスト11を紹介したいと思います。まずは最多勝利チームです。最多勝利チームは川崎フロンターレの21勝でした。前半戦に関して言いますと、 AFC チャンピオンズリーグとの兼ね合いもありまして、ホームでなかなか勝てない時期もありました。前半戦は広島とは8差の3位ターンとなったわけなんですけども、後半戦に関して言いますと11勝3分け3敗という素晴らしい成績で広島を追い抜いて見事 J1 連覇を成し遂げました。最多勝利はフロンターレの21勝なんですが、次いで2位がサンフレッチェ広島の17、両者の間には4勝の差がありました。続いて最多得点チームです。今季の最多得点チームは川崎フロンターレ57得点でした。先ほどの勝利数と並んで得点数でもフロンターレがトップと、特に印象的だったのは第26節の北海道コンサドーレ札幌戦です。札幌も今シーズン素晴らしい成績を残しまして、フロンターレとは ACL 争いと、比較的順位の近い同士の対戦だったんですけども、この試合では7対0でフロンターレが圧勝と、さすがにここまでの得点差が予想できている方いなかったんじゃないのかなというふうに思うんですけども、前半の得点でやっぱり見てて思ったのが、その素早いトランジション、ボールを奪われたらすぐ取り返すといったスタイルが本当にフロンターレに定着してるなっていうんです。それを表すような試合でした。そしてもう一つ非常に印象的な試合がありまして、それは第30節のヴィッセル神戸戦です。この試合は私も轟に取材に行っていたんですけども、フロンターレなんと前半だけで3失点となかなかない展開だったんですけども、後半に斎藤学選手のゴールなどで5対3という派手な打ち合いを制しました。フロンターレのチーム最多得点者は15得点を決めたキャプテンの小林悠選手、そして中村健吾選手と家永昭弘選手が6得点で2位タイとなっております。次は最小失点チームです。今季の最小失点チームは川崎フロンターレの27失点でした。先ほどここまで紹介した通り、勝利数総得点に続いて最小失点というところでも、フロンターレがトップと3冠を達成しました。失点27というのはですね、歴代の優勝クラブでも、現行のスタイルですと最も少ない数字と、なっておりまして、クリーンシートは15試合となっております。チョン・ソンリョン選手というね、韓国代表で長きにわたって活躍した選手が、ゴールマウスにいますし、バックラインは谷口選手を筆頭に、車屋選手、奈良選手と非常に守備の安定した選手がたくさん揃っていますフロンターレ。今シーズンで言いますと、先ほども話したように、その素早いトランジションっていうところがフロンターレの強みになっていたかなというふうには思います。それベースに加えて、もともと得意のパスワークというのはもうありますし、もう本当に攻めてよし、守ってよしのチームになっているなというふうに思いました。そして2列目の選手の前線からの激しいプレスといったところも最小失点という結果を残せた要因だと思います。ここからは個人賞に移っていきたいと思います。最多得点選手は名古屋グランパスのジョー選手、今シーズンは24得点を決めました。ジョー選手は昨シーズンはブラジル全国選手権1部のコリンチャンスに所属していまして、得点王、ベスト11、年間 MVP と、もう個人タイトルを総なめにして、鳴り物入りで J リーグに入ってきました。今年の夏にトーレス選手とイニエスタ選手が、加入したことによって、比較的報道もそっちの方が多めになってしまったんですけども、ブラジル代表としてのキャリアもありますし、ジョー選手が大物っていうようなね、シーズン当初から言われていたことなんですけども、そういったプレッシャーがある中でもしっかり1年目から得点王という結果を残したのは見事だなというふうには思いました。ジョー選手個人としては、ブラジル全国選手権、そして J リーグと、リーグこそ違えど2期連続の得点王となりました。今シーズンは33試合に出場して24得点4アシストとなっております。グランパスは、後半戦は怒涛の連勝もありまして、ジョー選手個人としても後半戦の17試合では18得点を挙げています。そこも本当に素晴らしい数字なんですけども、僕が一番、評価したのは逆に前半戦の部分ですね。前半戦は、グランパスはなんと8連敗を含む15試合勝ちなしと、非常に苦しい時期が続いたんですけども、その中で6得点を決めています。J リーグでもなかなかまだね、慣れない時期でもあったと思うんですけども、ここで6点を決めるっていうあたりもさすがだなというふうに思います。
最後は最多アシスト選手です。最多アシスト選手は浦和レッズの柏木陽介選手、今シーズンは13アシストを記録しました。 J1 の前半戦だけでも7アシスト、しかもこれが全てコーナーキックからのアシストでした。中でも驚きだったのが第16節の名古屋グランパス戦です。この試合レッズは3対1で勝つんですけども、この3得点全て柏木選手のコーナーキックから生まれたものでした。また FC 東京ホームに迎えた J1 最終節なんですけども、素早いリスタートから柴戸選手の J 初ゴールをアシストということで本当素晴らしいパフォーマンスでしたね。ちなみにアシストランキングの2位は鈴木優真選手と伊東純也選手の10アシスト、次いでガブリエル・シャビエル選手と柴崎光成選手の9アシストが3位タイとなっております。ご覧いただきました通り、川崎フロンターレの強さというのが、よりわかる数字だったのかなというふうに思います。では続いて私ミッシー選出の J1 ベスト11です。こちらが私ミッシーが選出した J1 ベスト11です。まずはゴールキーパー湘南ベルマーレの秋元陽太選手、今シーズンは全34試合フルタイム出場を果たしまして、失点数では43ということで J1 では8位の成績となっております。今シーズンの最小失点チームは川崎フロンターレだったわけなんですけども、ゴールキーパーというのは個人でどれだけ僕は勝ち点に貢献できてるかなというところを評価したいと思います。秋元選手が所属する湘南は最後の最後で J1 残留を決めた形となりましたけども、秋元選手じゃなかったらこの結果はもしかしたらなかったんじゃないかなと、そういった風に思います。それだけ、湘南に貢献した選手の一人です。ディフェンダーまず一人目は川崎フロンターレの車谷慎太郎選手です。今シーズンは31試合に出場しました。左サイドバックの選手というイメージもあるんですけども、今シーズンはセンターバックでも9試合に出場と川崎フロンターレを支えた選手の一人です。そして川崎フロンターレからもう一人、谷口翔吾選手です。谷口選手は34試合にフルタイム出場を果たしまして、今シーズンは3得点を決めています。そしてディフェンダー最後は北海道コンサドーレ札幌の進藤亮介選手です。谷口選手と一緒で今シーズンは34試合フルタイム出場を果たしました。昨シーズンの出場数はわずか8ということで大躍進を遂げたシーズンでした。進藤選手と言いますとかなり攻撃的なプレイヤーということもあります。この右サイドからの攻撃というのはかなりコンサドーレ札幌今シーズンは大きな武器になっていたと思います。今シーズンは4得点1アシストと攻撃の面でも貢献度が非常に高かった選手です。続いてミッドフィルダーです。まず一人目は川崎フロンターレの中村健吾選手。これはもう文句なしの選出かなというふうに思います。今シーズンは33試合に出場しまして6得点6アシスト、やっぱりフロンターレには中村健吾選手がいないとダメ、そういったシーズンだったと思います。そしてフロンターレからもう一人、家永昭弘選手です。今シーズンは32試合に出場しまして6得点7アシスト、昨シーズンフロンターレに加入したんですけども前半戦はね少し怪我で苦しんだ時期もありましたが、今シーズンはフル稼働で連覇に大きく貢献しました。そしてサンフレッチェ広島の青山俊弘選手も選出しました。広島に関して言いますとシーズン終盤戦にかなり苦しんだといったこともありましたが、最終的には2位フィニッシュなので、昨シーズンは残留争いに巻き込まれてしまったので本当大躍進の1年だったと思います。加えてやはり青山選手のパフォーマンスというのは特筆すべきものがあったと思います。残念ながら怪我で辞退ということになりましたが、5月西野監督が、就任当初も、メンバー入りをしていますので、青山選手の前半戦というところ本当 MVP 級の活躍でした。そしてミッドフィルダーラストは清水エスパルスに所属する金子翔太選手です。金子選手は今シーズン34試合に出場しまして10得点7アシストを記録しています。その金子選手なんですけども、ミッドフィルダーの中では一番得点が取りたいと報道陣には話していたことがありまして、その目標を見事達成ということで清水の躍進に貢献した選手の一人です。最後はフォワードです。まず一人目は鹿島アントラーズに所属する鈴木優真選手。AFC チャンピオンズリーグ優勝にも貢献しまして MVP にも選ばれた選手ですね。今後は日本代表としての活躍も非常に期待したい選手なんですけども、優真選手今シーズンは11得点10アシスト計21得点に絡む大活躍と、本当にね鹿島のエースという言葉がもうふさわしい選手になりました。続いて2人目はガンバ大阪に所属するファンウィジョ選手です。今シーズンは27試合に出場しまして16得点を決めました。得点ランキングでは3位となっております。ファンウィジョ選手なんですけども、アジア大会に出場するために、夏場はチームを離れて韓国代表の活動に参加していたんですけども、その中でも16得点というのは素晴らしい成績だと思いますし、加えてその16得点の時期というところなんですけども、前半戦に8点、
後半戦に8点ということで非常にバランスよく取っています。まあ、ガンバと言いますと後半戦はかなり連勝連勝で最終的に1桁フィニッシュとなりましたけども、前半戦に関して言うとちょっと J2 降格もちらつく中でもファミシャ選手1人気を吐いて見事8得点を決めた、まあ、そういった点も非常に評価したいなと思います。そしてラスト1人は名古屋グランパスのジョー選手です。初挑戦の J リーグ24得点得点王ということで、ここはもう文句なしの選手だと思います。グランパスの J1 残留にも大きく貢献しました。そして監督は北海道コンサドーレ札幌のミハイロ・ペトロビッチ監督を選びました。昨シーズン J1 昇格した札幌なんですけども、まあ、四方田監督の下では比較的、まあ、守備をベースとしながらカウンターで得点を取ると、いったようなスタイルだったんですけども、まあ、今シーズンからミシャ監督がやってきて方向転換を図る中でもしっかりと4位という結果を残しました。まあ、スタイルの確立と結果両方を求めていくっていうのは非常に難しい作業だと思うんですけども、まあ、その2つの軸を、しっかりと今シーズンやり遂げたなという印象があります。では最後に私ミッシーが選ぶ J1 MVP を発表したいと思います。 MVP は川崎フロンターレの谷口翔吾選手です。今シーズンは先ほども紹介した通り全試合フルタイム出場ということで、非常にフロンターレの安定感というところに非常に貢献した選手だと思います。まあ、加えてこの打点の高いヘッドというのも一つ武器ですし、まあ、セットプレーからの得点もありました。まあ、フロンターレのキャプテンは小林悠選手なんですけども、まあ、小林選手が不在の際はキャプテンマークを巻く機会もありまして、まあ、優勝を決めたセレッソ大阪戦でもキャプテンを務めてシャーレを上げるシーンもありました。本当に年を重ねるごとにフロンターレにはなくてはならない存在へとどんどん成長していってると思いますし、ぜひ日本代表にも僕は個人的に入ってほしいなというふうに思います。以上、私ミッシーが選ぶベスト11を紹介しました。いつもご視聴ありがとうございます。まあ、今回私選出のベスト11を紹介したんですけども、まあ、ベスト11っていうのはこれ本当組むのが難しくですね、この僕の意見にも全部賛成という方なかなかいないんじゃないかなというふうに思いますし、まあ各々ね見ていたチームとかもあると思うので、まあ今シーズン良かった選手であるとか、まあ、皆さん考えるベスト11や MVP などもぜひコメント欄に書き込んでいただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録と高評価もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。チャオ。